このドンシャリのアンカーさんの音とこのオープン型を合わせた時にね、ちゃんとそこら辺がね感じ取れるのかっていうところですね、今日はねちょっと気になったのでレビューをしていきたいと思います。こんにちは、カオルンです。最近ですね、耳が開いたイヤホンですね、何かをしながらね聞いていくイヤホンですね、こちらオープン型のイヤホンなんですけれども、めちゃめちゃ流行ってますよね。僕もねめっちゃねハマってるんですけれども、今回はですねアンカーさんから初のオープン型イヤホンが出たというところで徹底レビューしていきたいと思います。それがこちらです。ドン、アンカーさんのオープン型完全ワイヤレスイヤホン、サウンドコアエアロフィットでございます。イエイ。オープン型のねイヤホンってね、ちょっとね音のね性能を上げるっていうのがねめちゃめちゃ難しいんですよ。やっぱりね耳が開いているっていうところで、音がねこう空間としてね広がっていかない、外に逃げていってしまうので、なかなかねこう低音のねこの響く感じをねこう聞き取りにくい、感じにくいとか、あとはねこの臨場感っていうところもね、まあ感じ取りづらいっていうのがね結構課題になっています。アンカーさんはですね、こうめちゃめちゃいい音っていうわけではないんですけれども、まあそれなりに十分に聞けるっていう中で、ドンシャリですね、低音とか高音、特にね低音がねがっつり強調されているっていうね音が多いかと思います。そんな中で今回はですね、このドンシャリのアンカーさんの音とこのオープン型を合わせた時にね、ちゃんとそこら辺がね感じ取れるのかっていうところですね、今日はねちょっと気になったのでレビューをしていきたいと思います。はい、そしたら基本スペックやっていきたいと思います。まず値段が 16,990 円となっております。まあ、他の大所のねオープン型のイヤホンと比べても、まあ、2万を切るっていうところはね結構価値があるかと思います。カラーの方はブラック、ホワイトのシンプルに加えてグレイアッシュブルー、そしてピンクのね4種類があります。そしてねこのイヤホンのね結構な特徴でありますオープン型というところで、何かをしながらね聞くことができます。ちなみに骨伝導ではないです。片耳が 8.5g というところで、これねオクラ1個分に相当します。音の方はですねクリアーなっていうところで、実はね重低音ではないのかなっていう感じですよね。これもね後で一緒に見ていきましょう。コーデックは SBC と AAC の2つ、片方にね2つずつねマイクを備えておりまして、あとはね AI ノイズキャンセリングの技術を使ってですね、通話をしている時に周りの音をね相手に聞こえさせない、自分のね音のみ、自分の声のみをね相手に届けるね通話となっております。これもね一緒に見ていきましょう。そしてこれがねなんとすごいですよ。連続再生時間が本体が11時間、ケース込みでね42時間となっております。これで、ね、めちゃめちゃ長いです。ちなみにオープンフィットが本体が7時間、ケース込みでね28時間となっておりますので、これね見るとね一目瞭然ですよね。やっぱりねオープン型ってね結構ね何かをしながらね音楽を聴いてずっとつけてるので、なかなかね充電をねする回数が増えてしまうっていうところで結構ね大変なんですけれども、それをね回数を減らしてくれますので、これはね本当にでかいと思います。充電ケーブルはタイプ C で、そしてね充電を10分行うだけでなんとね4時間も使うことができます。そして防水対策が IPX7 となっております。これねめちゃめちゃ高いです。続いてマルチポイントにも対応、そしてアプリにも対応しております。はい、そしたらズームして一緒に見ていきましょう。まずはデザイン、ケースから見ていきましょう。とってもスリムじゃないですか。こうね見た目もアンカーさんのねこの男をねくすぐる、ちょっとねこうかっこいいメカニックな感じがねちゃんと出ていますよね。そしてイヤホンを取り出すとこんな感じ。はい、イヤホン見ていきましょう。どうでしょうかね、この真っ白な感じ。こうね一色でほとんど勝負してるのね、めっちゃかっこよくないですか。あとはねこのシルバーがねアクセントになっているのもねいいですよね。触り心地はですね、この耳に当てる部分とフックの先っちょ、ここはね硬い、結構ねツルツルしているので、こう合金がね使われているのかなと思います。そしてこのアーチ状の部分ですね、ここはですね結構柔らかいゴムのようなね感じになっていますので、 TPU 素材、こちらがね使われているかと思います。全体的にはねまあホワイトっていうのもあるんですけれども、ホコリがね結構つきやすいかな、このねゴムとか、あとはねこのねティッシュっぽいねケースのところにね結構ついてしまうかなといった感じでございます。逆に指紋はね結構つきにくいので、そこら辺はね心配ないと思います。
はい、つけるとこんな感じとなっております。どうでしょうか。このホワイトなね、一色な感じにシルバーもね入っておりますので、やっぱりねかっこいいですよね。横からね見てもですね、結構ねシルバーがねアクセントになっているのと、あとはねアンカーさんのねロゴも見えますよね。肝心の装着感なんですけれども、本当に軽いです。つけてるかねわからないくらいね本当に軽いんですよ。もうねいろんなメーカーさんね本当に最近軽いです。ただですね、装着するときはねしっかりはめた方がいいかと思います。外をね歩いたりとか走ったりしているとですね、歩いてる分はね全く問題ないんですが、走ってるとねこう緩い分、まあ結構ね軽い分ですね、こうカタ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 ね揺れてですね、最終的にね落ちてしまうなんてこともねあったので、まあね日常生活を過ごしたりとかジョギングぐらいにね適しているかなって感じですかね。そしてこの完全ワイヤレスタイプのオープン型に加えて、こうね左と右がですね頭の後ろでね一本のワイヤーでね繋がっているやつもあるじゃないですか。そういうタイプが欲しい方はですね、このねエアロフィットのプロっていうのがね一緒に出てるので、そちらはねこうね完全ワイヤレスと一体型をねこういろいろ改造できたりするんでね、チェックしてみてください。じゃあですね、肝心の音を一緒に見ていきましょう。まず結論といたしましては、残念ながら重低音ではなかったです。結構ねフラットなね音でしたね。あとはねクリアかっていうところなんですけど、残念ながらクリアでもなかったんです。正直めちゃめちゃねこもってる音でして、あとはねボーカルの音がねこうさらにこもっててね聞き取りづらい。僕的にはねいつもイヤホンのレビューをするときは基本ね気になったものを皆さんにね共有したいなと思ってねやるので、まあ、今回ねここまで音が悪いかってなってちょっとねどうしようかなと思ったんですけれども、対応のアプリで EQ 調整をするとめちゃめちゃ変わりました。EQ 調整の各モードについては後でねこう詳しくやっていくんですけれども、このねトレブルブースターっていうのがねめちゃくちゃ良かったです。こう低音をねちょっと抑え気味にして、中音域、まあ人の声ですよね、あとは高音域、ここをね2つをグッと持ち上げて全体的にねバランスよく、そしてねクリアになりました。かなりマシになったと思います。ぜひね皆さんもねこう設定をしてみてください。じゃあですね、一緒にアプリを見ていきましょう。アプリはですね主に2つの機能がございます。この音をね調節できる EQ 調整、あとはねキー操作の割り当てをね変えることができます。じゃあまずはね音を見ていきましょう。 EQ 調整、このね3つありますよ。 3D オーディオ、プリセット、カスタム EQ があります。 3D オーディオはですねちょっとねこう周りの音をね空間を広げる感じ、そしてプリセットはね3つありまして、デフォルト、ノーマルですね、あとはポッドキャストって言ってねボーカルの音を前に出す、あとはね先ほどもお伝えしています一番のねトレブルブースターっていうのもあります。そしてカスタム EQ はねこうね EQ 調整をねいろいろ変えることができますよ。こんな感じ。ただ正直 3D オーディオ、あとはねこのデフォルト、あとはポッドキャスト、これに関してはねこもりがねこう奥底に必ずベースでね結構残ってしまっていたので、正直ねおすすめはできないんですよ。やっぱりねトレブルブースターがね一番かなと思いますね。これだけ設定しておくだけでねだいぶ音が変わりますんで、皆さんねやってみてください。まあカスタム EQ でね自分のねクリアな感じをね作ることもできるんですけれども、このねトレブルブースターでね結構十分だと思います。続いてコントロール見ていきましょうね。こちらキー操作の割り当てなんですけれども、左と右ねどちらも設定できてですね、それぞれ1回押し、2回押し、長押しがあります。そしてオープン型のイヤホンってノイキャンとか、あとはね外音取り込み、これがねないので、結構ねシンプルなねこう操作の数なんですよね。なのでこれだけね種類をね割り当てることができればですね、結構ね全体的に全種類ねこう組み合わせできると思いますので、皆さん好きなね感じでね組んでもらえばいいかと思います。マイクテスト、マイクテスト、今ですね周囲音なしの状態でこのエアロフィットでお話をしていますよ。マイクテスト、マイクテスト、どうでしょうか。オープンフィットと比べて明瞭にクリアに聞こえていますでしょうか。マイクテスト、マイクテスト、今ですね周囲音ありの状態でこのエアロフィットでお話をしていますよ。
駅のね、構内をね、実際にアナウンスもした、音を流しております。マイクテスト。どうでしょうか？オープンフィットと比べて明瞭に聞こえていますでしょうか？周りの音、シャットダウンされていますでしょうか？はい、そしたらまとめいきましょう。今回はですね、アンカーさん初のオープン型イヤホン、サウンドコアエアロフィットを紹介していきました。皆さんね、いかがだったでしょうか？特にね、すごかったところはね、こう15,000円ちょっとでね、手に入るっていうところと、あとはね、再生時間、こちらがね、めちゃくちゃすごかったです。もう正直ですね、10,000円台でね、このオープン型欲しいんだという方とか、もうね、とにかくね、充電が、まあ、面倒なので、再生時間ね、ずっと長い方がいいという方はですね、間違いなくこのね、アンカーさんのエアロフィット手に取るべきかと思います。今回のエアロフィット、あとはね、プロバージョン、そしてね、オープンフィット、こちらね、詳しいね、情報もっとありますので、下の概要欄に貼っておきますので、ぜひね、チェックしてみてください。そしたら今回もカオルの動画をご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立てると思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、お願いいたします。カオルンチャンネル、皆様のおかげでね、無事500人を超えることができました。本当にありがとうございました。次回はね、1000人目指してね、またね、頑張っていきますので、応援お願いいたします。それじゃあまたね、次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。